代表引退してからキャリアのピークが来た珍しい選手だったな。リベロでプレーする姿はまさに長谷ベッケンバウアーだった。長谷部のリベロめっちゃ好きだったわ。監督に絶対向いている。サッカー以外でも頭いかったことが何よりも財産だったね。若い時カカみたいな持ち上がりだったのに晩年はリベロやるとかリアル松山くん過ぎた。お疲れ様でした。長谷部監督としてジェフを昇格させたいんだ。カイザーは官王キピッチを去った。いかに代表が海外組にとって足かせになってるかってことだな。香川とか岡崎だって代表の負担なかったらどこまで行けたことか。富安も代表で捨てにされたみたいなもんだし、選手は自分のキャリア守るためにも招集に応えるべきかよく考える必要があるかも。半日飛行機乗って帰ってきて23日で試合して次の日はまた半日飛行機乗ってだもんな。疲れるだけじゃなく時差ボケも半端ない。長谷部だけじゃないだろ。他いる？思い当たらんな。同じ浦和の野人なぜかめっちゃ上手くなってた。キャリアのピークは浦和時代だ。年齢というものはいかんともしがたく、特にスポーツ選手の全盛期なんて10代20代半ばまでだ。年齢とともにキレがどんどん落ちる。んなこと言っても浦和の時より35の時の方が段違いで良い選手だけどな。